はい、原空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、宮口です。今回の動画なんですけれども、前回の、墨入れの続きになります。で、今回ですね、撮影する前になんですが、若干墨入れの修正をしました。ちょっと濃すぎて出てしまっていた部分がありますので、そこをですね軽く拭き取って、新たにですね、さらに細い面相筆の方でですね、墨入れをしてみました。で、まあよりリアルに近づいたんじゃないかなというふうに思っております。ちょっとね、こっちはまだまあいいかなと思った部分なんですけど、こっちがですねちょっと濃く出すぎちゃってたので、まあ何事も経験ですね、チャレンジしてやっていきたいと思います。で、今回はですね、前回、ピンバイスで開けた穴が 0.8mm の穴だったので、アンテナがつけれなかったんですけれども、あの 1.0 のですね、ドリルですね買ってきましたので、これですね、はい、こちらで、再度アンテナのですね穴を開けて取り付けてですねいきたいと思います。で、その後ですね、このウェザリングマスターを使ってですね、どんな風に仕上がるかちょっとやってみたいと思います。まあ、これもですねうまくやれる自信はないんですけども、何事もね、何回も言ってますけど経験だと思いますので、試しにですねやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、アンテナの穴をですね開けたいと思います。はい、じゃあですねセッティングができたのでですね開けていきたいと思いますが、もう一回ですね 0.8 で穴開けてるんで、すんなりいくんじゃないかなと思うんですけど、これなくていけるかな、なんかいけそうな気がするけど、なんかこう締まり悪いな、ガイドなしでいけそうだね。入った。はい、ここで 1.0 の穴が開きました。 0.8 で開けといて正解かもしれない。こうやってね、ぶっちゃけ穴を広げるだけなんで、すんなり入っちゃいますね。はい、で、なくさないようにちゃんとね刃を外してケースの方にしまっておきたいと思います。なんでなくしたんだろうな、折れたのかな、いや折れた記憶ないんだけどな。まあいい、よしとしましょう。で、この間切り出しておいたアンテナですね、これを取り付けます。穴の向きが見えるからね、ちょはい、これでつきました。はい、ね、つきましたね。はい、で続いてこちらも取り付けます。でね、この
ドアの墨入れで考えたことがあって、筋彫りあるじゃないですか。筋彫りの 0.1 ミリの筋彫りの線を引いて流し込んだらどうなんだろうなっていうのが、ただね 0.1 ミリの持ってないんでね、ドアのねこの厚さも 0.1 以下だと 0.1 とか 0.1 以下だと結局うまく掘れないんで、どうしたもんかなと思ったんですけど、はい、これで両方にですねアンテナが付けれましたので、はい、では早速ですね、今回のメインイベントじゃないんですけど、こちらのウェザリングマスターですね、こちらをやっていきたいと思います。でビッグカメラで429円、昔買っといたやつですね、まだ自分が埼玉に住んでる頃ですよ、いつかやるであろうと踏んでですね買っておいたやつです。でこれもともとね、まだ全然作ってないんですけど、なんだっけ、ディアゴスティーニの、マクラーレン MP44 っていうのがあるんですけど、それを作るのにですねちょっと使えないかなと思って、はい、試しに買ってみたんですが、結局使わずじまいなんですね。でこれあれでしょ、結局化粧品でいうアイシャドウみたいな、ね、感じになると思うので、正直ね分かんないんだよね、これ男じゃん、女性ならあれだけど、これ赤サビの方がいいのかな、サビ、まあ赤サビ、まあ、ちょっと塗ってみますかね。いや早速なんですけど、ちょっとボディねについちゃうと嫌なので、これ床下機器だけ取れないんだっけ、取れるよ、取れるよね、床下機器だけ取って、どういう風になってるんだこれ、ごめんなさいね、どうなってんだこれ、あ、取れた取れた、したらまず8506の8506のここの台車のここの部分、ここの部分だけ今外したんで、この部分だけひとまずちょろちょろっとやってみたいと思います。でこれ素手で持ってやると多分手汚れちゃうんで、自分ねこういうの作ったんですよ、竹ひご100均で買ってきた竹ひごにクリップくっつけて、ちょっとホールっぽいな、クリップくっつけてこれで挟んであげると猫の手じゃないけどこういう風にねできるんで、これでちょっとやってみたいと思います。でまあレビューとかね見ると、この鉄コレの8000系の床下機器が適当って言ったら変だけど、ちゃんとなってないよって、あ、なってないよっていう風に書かれてたんですよね。本物と、本物というか実写の床下とは全然違うって。なんで、まあ、それはそれでまあ構わないんですけど、逆に、ね、練習じゃないけど、こうやって、やってね、もう失敗、万が一失敗したとしてもそこまでやっちまったっていうショックが少なくて済むんで、
これ墨入れした意味ねえな、こうやってやっちゃうと。で、うまい人もね、やっぱ、あ、ちょっとね、なんか明るすぎ、明るすぎる気がする。違ったかな、赤サビじゃなかったかな、なんかオレンジっぽくなっちゃったな。まあいっか、とりあえずやるだけやってみよう。何事もチャレンジだ。でね、まあ自分がやったね経験を、まあ、動画にしてこうやってアップするつもりなんですけど、それをもとにね、まあ、参考にしてもらって、上達への近道になっていただければなと。まあこんな感じですよ今これね。なんかオレンジっぽくなっててね、まあ、これでサビ、こっちのサビの方をつけてみましょうかね。でこのスポンジの、乾いた布なので拭き取ってください。乾いた布なので拭き取るの。水でいいのか。ちなみにこれ指につくのかな。あ、つくわ。つくんだ。ちょっとだけ。じゃあこっちの茶色いサビ、ねえこれやってさ、やるのはいいんだけどさ、結局エアブラシで茶色く汚した方が綺麗になりましたっていうオチになりそうな予感がするんだよね。そんなこと言ったら何もできなくなっちゃうんだけど。今ねここ塗ってみた、こう赤サビよりこっちのサビの方が良かったかな。ね、なんかオレンジっぽいもんね。それっぽく見えればいいんだけど。はい、ひとまずですね、床下と台車片側だけなんですけども、塗装してみまいりま、見ました。どうでしょうか。ちょっとね暗いんで分かりづらいかもしれないんですけど、まあこうすれば分かるかな。塗ってるとこと塗ってないところ、ちょっと引き絵にしますね。まあ引きすぎると今度あれなんですけど、まあこんな感じです。まあやんないよりはやった方がいいかなって感じでしょうか。もうちょっとですね、作業の方進めていきたいと思います。はい、ではですね、汚しとあと墨入れちょっと改良しました。でジャンパー線ですね、ちょっと見にくいかもしれないですけど、後で撮りますけど、一色黒、艶消し黒で塗ってます。
どうですかね、ドアが また自然な感じになったんじゃないでしょうか。ちょっとねムラあったりするけど、はい、あのドアの際の部分はですねちょっと細くしました。でこれはですね筋彫りをしようと思ったんですけど、筋彫り 0.3 しか自分持ってなくて 0.3 だとうまくいかないんですよね。なんでデザインナイフでボディに滑らせて、溝を掘ってですねそこにうっすらと流し込んであげた、つみれを流し込んであげたような感じになってます。なのでより自然な感じになったかなというふうに個人的には思ってます。で、ちょっとね8606かな、こっちだよね、8606の方の、台車とか床下の汚しとこっちの8506の方の汚しがね均等じゃないので、この辺はまた考えてですねやれたらなと思います。多分これ茶色っていうかダークブラウン一回吹いてからその上でウェザリングやった、ウェザリングっていうか明るさとかですね、濃淡って言ったらいいのかな、をつけてあげた方がもしかしたら自然な感じになるのかもしれません。であと天井ですね、天井屋根か、屋根の汚しはまだやってません。なんか資料を見る限り本当に車両の状態によって汚れ方が違ったりするんで、ひとまずこれでいいかなと思います。であとクーラーなんですけど、クーラーもなんかグリーンマックスのパーツ使うとよりリアルになるっぽいんですけど、今のところはまあ変えなくていいかなと思ってます。まあおいおい、ね、グリーンマックスのキット買うことがあったらやろうかなっていう感じで、まあ、どっちがねよりリアルか分かんないんで、どっちを優先しようか分かんないんですけど、ひとまずですねこれでこの2両8506の2両編成はいいかなと思ってます。であと一応ジャンパーですね、ジャンパー分かるかな、あーやめた、しつこんな感じですね。これもディテールアップすればいいんですけど、ちょっとね難しいんでやってません。一応ねピンバイスで穴開けようと思ったんですけど折れそうなんで1個だけでやめました。はい、一応黒で塗ってます。はい、というわけでですねいかがだったでしょうか。ひとまず、これでですね、頭部の8000系の8506編成の2両セットの方の、ディテールアップについては終了にしたいと思います。またですね、8175編成の8両はちょっとね時間が取れるかわかんないので、まあぼちぼちやって、そうですねアップできたらなというふうに思ってます。まあ他にもちょっとやりたいこといっぱいありますんで、はい、では、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、あとコメントと、評価の方をよろしくお願いいたします。またですね、YouTube 専用のですね、Twitter アカウントもご用意してますので、そちらもぜひご登録をお願いいたします。はい、それでは失礼いたします。